公益財団法人東京公共楽団は日本を代表するプロオーケストラの一つ。略称は東京。2002年から川崎市フランチャイズオーケストラとしてミューザ川崎シンフォニーホールを本拠地とし、法人本部は東京都の新宿区百人町に置く日本オーケストラ連盟制会員。1946年に設立された東方交響楽団は 1> 第1回公演を上田ひとし式のもと5月14日日比谷公会堂で開催した。翌1947年から本格的な活動を開始し9月29日に第1回定期公演を日本劇場で開催、式はこの絵秀ででベートーベンの公共曲を取り上げた。定期演奏会と並行してグランドコンサートと名付けられたシリーズも開催され、 チャイコフスキー・アウェーバーのほかイフクベ・アキラ、渡辺・浦虎の作品も取り上げられた。1948年にはさらに、日米現代音楽祭と題した演奏会が6月22日日比谷公会堂で開催され、上田一志の式で、米国からロイ・ハリースの、ジョニーの外線助曲とアーロン・コープランドの、サンメヒコ、日本からイフクベ・アキラ、バイオリン競争曲と、早坂文雄。 ピアノ競争曲第1番が演奏された。その後、東方公共楽団は、この絵の日劇定期でスタンダードな作品を取り上げ、上田の日比谷定期で内外の現代作品を取り上げていった。そして1951年1月までに34回の定期演奏会を開催した。1951年に東京公共楽団と会唱、会事を引き継いだ。 第35回定期演奏会が3月に開催された。その後演奏活動を重ね、1956年5月には財団法人東京交響楽団となった。1964年に TBS との専属契約を打ち切られるとの理由で経営が破綻し、3月26日財団法人を解散、3月31日学院管理による、 自習に A のオーケストラに改組して再出発し4月15日披露演奏会が行われた。その後1980年に財団法人として再び認可を受けた。1988年からはスカイラークが沢田秀夫が理事長に就任した2012年9月以降は HIS がメインスポンサーを務めている。歴代の指揮者にはこの絵秀丸。 上田一志、アルビド・ヤンソンスなどがおり、特に称号は送られなかったが136回もの演奏会を振ったエドゥアルト・シュトラウス2世も初期の貢献者である。1964年から2004年まで秋山和義が初代音楽監督及び常任指揮者を務めた。2020年4月現在、第3代音楽監督にジョナサン・ノットをはじめ警官指揮者に 秋山和義、ユベールスダーン、特別客演指揮者に、飯森のりちかなどを要する。これまで19カ国64公演を行ったほか、全国各地で数々の公演を行っている。全国2カ所のホール施設で、フランチャイズオーケストラとして定期演奏会を行っている。2002年に、神奈川県の川崎市とフランチャイズ契約を結び、 2004年7月に開館したミューザ川崎シンフォニーホールで1998年に新潟市と準フランチャイズ契約を結び同年開館の新潟市民芸術文化会館でそれぞれ年数回定期公演を行っている題名のない音楽会はもともと TBS との契約を打ち切られテレビ出演がなくなった動画団に活躍の場を与えるために作られた番組であり 同楽団は、現在も番組に出演を続けている。2011年3月11日に発生した、東日本大震災の被害により、本拠地のミュルザ川崎シンフォニーホールは2013年3月31日までの、約2年間利用できなくなった。この間、川崎市教育文化会館、昭和音楽大学テアトロジーリオ賞は 専属学園音楽大学、前田ホールなどで代替公演を実施した。年に約3ヶ月間、新国立劇場のオーケストラピットにおける演奏を担当している。東京交響楽団専属アマチュア合唱団の東京コーラスがある。2002年よりサントリーホールとこども定期演奏会を行っている。音楽監督警官指揮者名誉客演指揮者。 特別客演指揮者、ありがとうございます。